い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、ちょっともう一回マントルでたっちゃんとみなみちゃんを使ってやっていきます。前回のアーサー枠を虹谷に変えてやっていきたいと思います。得意練習は変化球ですね。なので変化球ポイントがもうちょっと稼げるかなと思います。ただ変化球ポイントは足りなくはなりそうなんだよね。だから青骨の虹谷が来たらちょっと虹谷で回収していきたいとは思います。まあ一応それでやっていきましょう。コツが2つ、オクタビアとサナちゃんだったらオクタビアだね。で結局宝石を取り潰した時に筋力ポイントが、まあ、手に入るんで、その関係でねちょっと筋力もあまりガチにはなりそうかな。球速が3人いるしスタミナも2人いるんで、で青オクタビアかどうしようかな。まあ、回すためにちょっとオクタビアやっていきますか。あとサナちゃんの評価も上げていかなきゃいけない。筋力メダルはねちょっといらないよね。さてここからメンタルは特になし。メンタルがないんだったら寝とくか。雫4つだし。おい30ってなかなかきついよね、回復量。最悪不眠症になるからね。でここはサナちゃん評価上げていこう。ここでミナミちゃん、ミナミちゃんも評価を上げていかなきゃいけない。同盟のいいやつイベントがね早めに発生してくれればかなり助かるんだけど、みなみちゃんの評価の上がり方も違うからね。みなみちゃん上げたいけどちょっと体力の関係上さなちゃんの評価が上げられるんでメンタルで回復します。まだ自己紹介続くんだ。今回前にあと4なんで、あとコンボが2つあるんでそれがどう響いてくるか。これが後指に来ると若干厳しいんだけど、ちょっとさなちゃんを先上げちゃうか。10月くらいになったらちょっと見てみる、なんか立てられるか。でこれは漫画が安定、評価上がって体力も回復できる。欲しい石がまた来てるか。オクタビアがもう打てるんだけど、みなみちゃんだな。ちょっとここは石を回収しつつ地道に上げていかなきゃいけないからね。で追いかける、たっちゃん敏捷くれるから助かる。オクタビアか虹谷、これどっちなんだろう、いつもわからない。虹谷だったら欲しいよな、欲しいんだけどな。みなみちゃんの評価も上げてえしな、筋力メダルとか来てもな。いやちょっと評価優先でいこう。不確定要素の方は排除する。で気になる2人、評価的にねみなみちゃんがいいんだけどコツをくれるからね。でもコツ1、勝ち運のコツは正直いらないけども、あまあいいや上にしよう。勝ち運と順の2つくれるからね。あ来た、怪我対処法、これ来てくれたんでまあいいでしょう。ちょっとみなみちゃん集中的に上げていこう。で10月に入ったんでなんか立てられっかな。丸石がそこそこだね。宝石の採掘場は無理か。だからここに購買は1個立てておこう。でつるはしも1個立てておこう。こうやったら運用できるっしょ。で変化球みなみちゃん、サナちゃんもまだ肩だ。よし来た。ここでね8上がるようになるからね、でかい。購買部怪しみて、鶴橋ダイナマイト来た、早いね、いいね。ダイナマイトを早い段階で持っておけるとかなり楽。
で、サナちゃんもあげよう。ここは低めを手に入れたから低めは潰す。で、本当は打たれ強さも将来的なことを考えると結構精神余るんで、直取りはしてもいいとは思うんだけど、まあいいや。一応タッちゃんも評価が上げられます。で、打たれ強さきた。オクタビアはまあ急速だとして、タッちゃんの依存ってなんだろう。いや 26% は無理だな、さすがに無理ですよ。宝石4か、じゃあネオン。紙石が全然ないね。で、どうへ練習する。で、変化球に一応コツが来てて、オクタビアなので何が足りないんだ。宝石はやっぱ紙石が足りてないんだ。設計図だけはちょっと取っておきますか。なんで丸石設計図があるんだっけ。あ、サナちゃんの評価上げようとしたからだ。てか、なんで全然コツくんないのこの人たちは。逃げ玉は欲しいよね。どうへ、みなみちゃん3になってくか。まあ、亀石は欲しいは欲しいからちょっと回収しとこう。あと11月に入ったんで、サナちゃんと練習もしておきたい。で、オクタビアはタコについてペットにすると手応え。で、コントロールは同上か。同上も回収しておきたいんだよな。ちょっと無理するか、ここは。打たれ強さ取ります。重い球直取りします。カチューンは取っちゃうでしょ。よし、これで1個食っちゃおう。で、ドウェ、みなみちゃんと特別に2次体の評価が上げられるので、ちょっと無理ました。無理するべきかどうかはあれだけど、よし、ポンコツ。で、ドウェくん、なぜか経験点を結構もらえる。で、ここは安定の縛りを取りましょう。このイベントいいよね。げっ、縛り取れなかったんだけど。モグーラがこことここか。サナちゃんか、どうしようかな。丸石、丸石か。でもまあちょっと守備も雫が足りなくなってきてるので、ここを回収しよう。やっぱりで、絆、俺が連れていく。やる気上がった。これやらない、ちょっと体力がない。じゃあちょっと施設で宝石を作りつつ、丸石をどうしようかな。宝石レベルアップできるか。宝石はとりあえず2になった。あと採掘場どうするかだよね。まあ、丸石を2つにするか。丸石だと何が入んの、取り崩した時に。変化球だったら結構いいな。これレベル上げると稼働が2か。全然足んねえわ。誰だ、オクタかニジタニか。ちょっとニジタニからいくか。よし、きれい。で、喧嘩で、ちょっとサナちゃんがいねえ。サナちゃんメンタル、サナちゃんメンタルにいない。休もうかな、遊ぼうかな。雫が5個って結構でかいよね。まあでも先に進めておこう。みなみちゃんどうする。豪快、進めよう。絆は発生してるから。で、2回目。これって上げといた方がいいのかな、わかんねえ。いくつまで上がる。いや無理だこれ。
で、たっちゃん丸石を作るか。丸石、雫が足りない。ただ雫を回収したいけど、丸石はやっぱ潤沢なんだよな。今回亀石も足りなくなりそうで、日谷か。さなちゃんの告白が来てくれない。クリスマスも発生させてないからね。クリスマスっていうかバイトイベント、スタミナでバイトができんのか。いやでもそこまでの、そこまでの余裕はないから、遊ぶか。もうさなちゃんはしょうがない、そのまんま彼女になってもらおう。俺が彼氏になってやろう。まあ、これがあるからね、最低限ここでなんとかなる。雫の回収のためにまた守備やりますか。でオクタビアも2回目。いやちょっと厳しいぞ。やっぱり前には関係ないか、オクタビア後だから。おい大凶ばっかだな、どうなってんだ。変化球奪われるのはしょうがないとして、いや球速も全然ダメだな。138、もうこれで挑むしかない、オクタビアに。さてさて、じゃあ施設で丸石やって亀が足りない。いやちょっとこれレベル上げて、購買部はレベル上げても消費量は増えないんだよね。亀って結局コントロールか。しずだな、じゃあデートもしないと心石がそもそも一個もないからな。でここはカルクル打たれ強さ、なんかあんまり進める意味ないな。で良いツルハシができたんで、これを良いツルハシにしちゃおう。そうすると宝石になるんで、宝石の方が潤沢に余ってる。足りないのはやっぱり亀石。亀は溜まってきたところで回収したいよな。虹谷かやろう。なんだかんだで筋力足んなくね。あしまった、切れ潰すの忘れてた。ここは真ん中で良い鶴橋、たっちゃんいけ。そりゃそうだよね。これって何、急速なの何なの。変化球とかだったらもう絶対無理だよね。1もないから、あと1上げたい。宝石だらけだな。2にするのに、あーギリギリだな。でそっからダイナマイトがそもそも心石がないと話にならないんで、これは回収する。いやいっか、ちょっと心石を回収しておきたい。亀石は気をつけないとちょっと枯渇しそうだね。ここは新街道でいきます、いつもの通りで。ちょっと1上げよう。1144、最低値。さなちゃんか、スタミナがなくなりそうだけどな。どうすっかな。宝石はでも有り余ってるっちゃ有り余ってるからな、まだ大丈夫で。いつからダイナマイトを立て始めるか。2
月くらいでいいと思うんだよね。あんまり早く経ってても枯渇しちゃうからね。2月の一週になった次の週に立ててみますか。スタミナが持ってかれるのはもうしょうがない。さてコントロール亀石回収のためにやるか。というわけでダイナマイト亀石がねえじゃん。そもそもこれやらざるを得ない。監督許可もめちゃ低いな。どうする、変化球にしとこう。コツがあるから。バレンタイン、バレンタインにしては経験値いいよな。同栄か、欲しいな。打たれ強さ4、キレは取る。これ投手いけんじゃん。投手取っとこう。で他取るもんねえか。というわけなんで、じゃあちょっとこれでダイナマイトはとりあえず立てられます。で丸石もまああるんでレベル2にしときます。22でしょ。で良いツルハシは稼働が3、まああるから大丈夫。でここの空き地をどうするか。まあいいか、まあ、活気が上がるとね経験点伸びるんで。逃げ球よし。一応亀の採掘をこうやってもらえるんだよね。さてこのまま制圧。 OK、 たっちゃんがなかなか成功しないね。これはダイナマイトだ。よし抑えた。しかもあとは伸び骨か。伸び骨ないと本当に無理だからな。でスタミナも意外に伸びてない。丸石はあればあるほどいいんだけど、どうするか。こっちで亀も回収しつついくか。ちょっと心石を割らせちゃおう。心じゃない、星か。で本塁打現金。伸び骨がないんでサナちゃんのデートはちょっと最後までいけないんだよね。で練習メニューどうする。やろう、体力はマックスだ。おお、臨床根性、これは成功とみなしていいのか。でで脅威の切れ味でしょ。本塁打元気も取ろう。でジャストフィットね、さっきコツ順応取れたんで、まあ、ちょっと軽くなってる。で手応えも取っておくか。完全制圧は最後にコツくれるから置いておく。変化球8、でかいな。ここでもちょっと枯渇用に、ていうかダイナマイトでタッグは組みたいから。ダイナマイト待ちだね。よし来た。コントロール145102、微妙。11もらえるのか。亀11でけえな。いいや、やっちゃおう。ちょっと亀石目的でいきます。あのツルハシなんだ、普通のツルハシか。いいツルハシとかだったらもうちょっと違うんだろうけど、いや、いいツルハシか。すごいツルハシはもうちょっと今回無理なんだよね。亀石がどうしても足んなくなるんで。で何気に筋力メダル欲しい気がしてきた。丸石は大丈夫。宝石がやっぱりちょっと足らんか。スタミナ、丸石、宝石、みなみちゃん。スタミナもないしね、筋力もないし。4しか上がらない、悲しい。メンタル潤沢だね。ここは潤沢だな。デートしよう。心3回目。
とにかく伸び骨の可能性が来たらちょっと伸び骨を優先させようってコツ。誰？虹谷か。まあ、でも虹谷も欲しいは欲しいんだよな。どうすっかな。ギャルか。コンコツ脱散か。脱散はもう忘れずに潰そう。アンドロメダ。変化球を覚えなくては。何しようか。全然変化球ポイントがない。カーブで、あれこれでたくさん取れる。あ、取れんね。ゴー。まあ、やっぱり丸石の採掘場よりは宝石と亀石採掘場が安定かな。大西パワーあるな。パワーひた持ってんのか。え、ボールなの今の。超際どいところに投げた。ってかノーアウトじゃねえかよ。一人ずつ。こいつは何だった。アンドロメダ。そりゃ点取られるよね、いくら同へとはいえ。これも別に能力高いわけじゃないから。よし、よく抑えた。なんとか同点に持ってったね。いや意味ないけど、評価さえ上がってくれればそれでよし。さて、うん、ないね。ここは4回目コツ待ちのダイナマイト待ちでいいかな。4回目までの打たれ強さをちょっと待ってる余裕はないからね。コツ誰？同盟か。これはちょっと欲しいな。ここも回収したいんだけど、ちょっとスタミナが低すぎんな。1ランク上げちゃう？もう1ランク上げちゃう？でスタミナ伸びをくれ。とにかくこのコツか。まあ悪くはないけど、悪くはないが、悪くはないが、ダイナマイトはもう正直限界に来てるよね。活気を上げたいっちゃ上げたいな。もっと上げよう。で変化球メダル攻防精神。ダイナマイトがもう一個いけんのか。ただ宝石が圧倒的に足りなくなるな。亀石18。亀に変えるか。他の消耗がないからな。亀石に変えよう。ここ13だったらなんとか耐えきれるかな。で技術メダルを、あ、でそこでダイナマイトにすると4か。いや、いける。ダイナマイトもう1個増やそう。で他亀石採掘場作っとく。1だけどレベルアップできんじゃん。石が潤沢だな。そうすると丸石がもういらなくなるね。丸石貯蔵庫を作っちゃおうか。もうここをちょっと待って、これ1回上げて、いや活気がマックスになると思ったらマックスにならなかった。甘かった。まあいいや。で1回これやればでも潤沢にはなるか。まだ潤沢だもんね。いける。でここは優しいメッセージ。これで練習が一応次できる。すごい鶴橋おにぎり食いっぱい。で軽そう。なんかなんだっけ、経験点か。さらにメンタル欲しいな。どうへ伸びくれ。よし来た。もう3で取っちゃう。ここは3で取っちゃうっつうか、もう街道を回収しよう。
街道ギリギリだな、ギリギリ街道を回収して、でもコントロールは上げ始めていいでしょ。技術が足りね、全体的に経験値が足んない気がすんな。枯渇寸前か。少量少量少量潤沢、丸石はもういらんわ。丸石の貯蔵庫だな。で5月の1だからまあまだもう一個間に合うよね。一応活気がマックスになったか。これでじゃあどうする。いや少量だけど欲しいな。やろう、スタミナが欲しい。げ枯渇した、早いな枯渇が。これだってすごくね。ダイナマイトが来てるわけじゃないんだけど、溢れることはないし、まあ、いや潤沢だし、なんか知んないけどいっぱいある。トリプルタック、そして経験点もくれる。でここは奇妙、で5月の3週ダイナマイトが来てんね。意思的には、まあ、やっぱり宝石は結構いっぱいあるんで、これを宝石貯蔵庫にして、で欲しい石は4つあるから、欲しい石の貯蔵庫を作るときに欲しい石使うんだっけ、なんかわかんねえや。潤沢だな。あーまあこれはもうここだね、まあ、ここら辺の後半でうまく爆発してくれれば全然よろしいのですけれども、 A にしとこう。で152にはしたい。でそこから変化球少量、おにぎり欲しいしでしょ。でダイナマイトは来てるんだけど、ちょっと無理だな、亀がマジで枯渇するな。これに使うからな。でもこれが所持限界マックスになれば亀はなんとかなる。でちょっと見たいのが、欲しい石に、心石1個使うじゃん。心石余分に使っちゃったかな。あそっか、これでいいのか、これでちょうどか。まあ、ちょっと今回のダイナマイト練習は無理はしないでいきます。でヒゲ深海道、深海道は深海道でめちゃくちゃ使うからね。あーで守備でここも枯渇させよう。じゃあ多分これ枯渇はまだしないか、まだしないね。もう1回くらい必要か、臨床くれる。で枯渇寸前、枯渇しちゃってる。足りないのは亀だけど枯渇寸前だからな。ここにしよう。で胴へ、これで縛りが手に入る。割と枯渇してるからね、少量になったか。あとはちょっとマジでダイナマイト待ちになっちゃうからな。で変化球だね、やっぱり。よし、丸石変化球取れるのがやっぱりいいな。全然変化球溜まってないから、ようやく1個7だよ。スクリューにしよう。じゃあお取り潰ししますか、ここを。何にする、なんだかんだで技術も足りてないしな。紙石使うやつはもう無理。変化球メダルでもするか。変化球メダルもう1個あったよね、2か。よし、ちょっと変化球伸ばしていこうか。でこれはもう所持限界で、紙石はちょっと作っとかないと無理だから、ここから金縛り、うわ技術も足りてねえか。先手必殺も取ろう。ちょっと金徳抑えられるやつ抑えよう。大体抑えてあるか。あとは二次徳の深海道。いやここ
ここは残しておく、少量も残しておく。枯渇寸前、潤沢もあるいし、雫石少量、みなみちゃん、なんかガチでやることが ない、ガチでやることないから、いやほんとねえな、休むか、意味ないけど、欲しい石を回収しよう。怪しい怪しい店、いや来ねえな。ここはじゃあスタミナが上がるんでやります。地下上げのために7、いいね、でかい。残り1ヶ月、ここでどこまで伸びるか。少量、まあまあでかいから、まだ枯渇になってないからいけるっしょ。やっぱりこれ3つすげえツルハシが来るとでかいね。精神が6分の6、あ、そうか。で精神をここからさらに欲しい石の貯蔵にして、神石の貯蔵はもう絶対間に合わないから、これ潰さない限り、まあ、あまりやる必要もないし、ただ筋力が足りてないは足りてない。タイピン1取る、まあなかなか難しいね。変化球でいこう。はい、枯渇した今。3つあるとやっぱ枯渇するね。ここはサクッといきます。どこまで伸ばせるよ。77にはしたいんだよね、やっぱり。よし、自責点1だけど、俺のせいじゃない、俺は悪くない。ま、経験点こんだけ入れば上等でしょうか。アクセサリー店、モグーラ、枯渇寸前、枯渇、ここがまた枯渇寸前か。なんか次ダイナマイトが来てもあれだからな。なんか変化球メダルのせいか、変化球がある。ここにしよう。チャンスあと2回、1回でも来てくれ。来ない、来ない。枯渇寸前、亀石11個。あ、ここ絶対いけんな。116か。技術、ここはねバランスがいいけど、敏捷はもういらないからな。どうへ、技術をくれ、勢いを。騎士だ、ここもサクッといこう。そう、コントロールがまず全然開けきってないからね。101、ギリギリ。5球目打ちました。いい当たり、取ってアウト、スリーアウト、マンドル。1点取られたけど、これは俺のせい、俺が普通に打たれた。最後来い。ヒュッピー、何にも来ねえし。さて、じゃあお取り壊しするか。ここ丸石がめっちゃ余ってんだ。やっぱりまあ丸石はかなり余るね。これ正直壊すだけでよくないっていう、もはや。120ずつ手に入れて超尻上がり分くらいにはなんのかな。そうだね、なるね。変化球が若干で、根性も取るかで、技術が足りてねで、ここどうするか。やっぱ変化球メダルが結構でかいね。60入るからね。スタミナがどうなってんだっけ。 A か、まだ。とはいえ技術も欲しいし、やっとここにしよう。おにぎりあるし、最後におにぎり食って、変化球106とか。 18% か、なんか無理にやるあれでもないんだよな。ちょっと一回寝るか。寝て2回練習しようで、サクッといこう。甲子園はサクッといこう。
て、あと1回スタミナ練習したいよね。で変化球はスクリュー、77にはなんとかギリギリいけんな。ここまで3打席連続三振、投げた、打ちました、サードグラウンド、ボールをつかみました。結構回ってきたけど抑えた。で何にもなければと思ったけど、スタミナ普通に練習しようかなと思ってたら来た。5、いいね。ここもサクッといこう。だってスタミナ5ってすごいよね。150くらいは経験点軽減されてるんじゃない。でスクリューを覚えて、これでまあ77、これが限界かな。投げた、高め、直球は外れてボール、ストライク、膝元厳しい球でした。投げた、打った、三遊間の当たり、アウト。いや奇跡だ。頑張ったからね、3点取られたけど。いやそのうち自動失点が2点あったから1点は確かに取られた。1点くらいしょうがないじゃん。さて最後スタミナがいけるね、やろう。よしこれで499、あとはどうしようかな。いやサクッといこう。これで102、あと余ってるのは特能に振りたいんだけど、取ってない、勢いを取ってなかったかまだ。完全制圧200か。でもエピローグ経験点は結構期待できるからね。サナちゃんもいるし、ミナミちゃんもいるし、かつオクタがくれるし。投げました、インコース低め、空振り三振。最後は珍しい、めっちゃ早く終わったんだけど決勝が。いやーサクッとの経験点はいいよねやっぱり。あれみなみちゃんって評価気にしてなかったけどさ、大丈夫なの。足りてない時あるからね。でさなちゃんで、みなみちゃん、あ大丈夫だ、全然余裕、エースの風格。あとはな、ほんとこれがたっちゃんがね勝利の星をくれてればよかったんだけど、経験点は1万2000くらい。うんまあそんなに良くもない。爆発はしてないからね確かに。じゃあ回収するものは回収しましょう。エースの風格と完全制圧、変化球それなりに余ってんな。どうしようかな、敏捷が余ってんだよな。でそうするとやたら先発ばっかになっちゃうから、抑えの適正と中継ぎの適正両方備えよう。あ球速が上げられるのか。で変化球どうする、ムービングファーストでも、いやー3球種目覚えた方がいいな。じゃあスプリットちょっと落ちるみたいな、足りねえ。 V スライダー、いや1だったらチェンジアップだな、緩急をつける。でそこからさらにツーシームがいけるか、ツーシームも覚えよう。であとは技術が少ないからって言ってもね、技術を使わないものなんてないからね、ほぼほぼ。速球対抗心、変化球対抗心もあるか。でも77だから、ね、対抗心も何もあったもんじゃない。前回変化球速球、これで結構うまく使えてんじゃん。で球速安定、おいいじゃんいいじゃんいいじゃん。使い方自体は悪くない。ポイントの SS5、はい。というわけで、まあやっぱり水谷にした方が経験点のバランスはいいよね。ただやっぱりどうしても変化球がそこまで伸ばせるような編成じゃないので、まああと
もう少しね経験点を出せればかなり上の選手が作れると思うんですけれども、まあ、それでもやっぱりタッちゃんね、いいよ、タッちゃんとミナミちゃんは強いと思います。これでタッちゃんがね勝利の星をくれればいいんだけど、なんか全然くんないんだよね。ちょっと依存が何か、調べたりはしてないんですけれども、まあ1人でね金徳2つ取れるっていうのはかなりでかいと思いますので、まあ、この編成はマントルにおいては結構いいかなと思います。まあそんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。